ベルンドと二人の兄弟が白鳥乙女の水浴を見ている。ジェニー・ニストルームが1893年。覗き見る三人の単野の若者。後に彼らは三人のバルキュラの乙女と結婚する。フリードリヒハイネが1882年。ベルンドの歌はコエッタの神話的な詩の一つである。この詩は職人のベルンドの物語と関連しており、詩の中で彼は 妖精の王子あるいは妖精のリーダーと呼ばれる。ベルンドはまた、フィンの王の三人の息子の一人であると研究される。彼の妻、ヘルボル・アルビトはバルキュリアで、9年後負を捨て去り、その後ベルンドは、彼の黄金に目がくらんだニャーラルの称王ニーズスに、捕らえられる。ベルンドは、膝の剣を切られ、島にある王のための品を製作する工房へ入れられる。 最終的にベルンドは逃げる方法を見つけ、ニーズスの息子を殺し、娘を妊娠させ、笑いながら飛び去る。ベルンドの歌は、生き生きした描写を呼び起こすことに進化を認められる。中央にベルンド、左にニーズスの娘、そしてニーズスの死んだ息子たちが、ベルンドの右側に配されている。ベルンドは、鷹の羽で飛び去る、姿のようにも見える。ベルンドの神話は、 ゲルマン族の人々の間に広く知られていたようである。この物語は、シズレクの佐賀とも関連しており、声援語しデオールの嘆きの中でも言及されている。また、7世紀のアングロサクソン族のフランクスの小箱のパネルの一つと、ゴトランド島にある8世紀のアードレの絵画石ヒエイトに描かれている。この詩は、王の写本の神話詩の中に完全に保存されているほか、 三文による女子が AM748i4 通談編にも見られる。翻訳元翻訳ベルンドの歌の漢訳を収録。ありがとうございます。